八重です。60センチほど端の方から取って、クリップがあるならクリップで帯板に留めて2周巻いていきます。短い方を上にして結びます。で、これを私はさらに半分に折ってるんですけど、3分の1に折った方が幅が広がっていいです。これはジョカさんの手作りなんですけど、ボタンにゴムを通してます。こうすると帯にゴムを巻くときに便利です。根元から広げます。で、帯が緩まないように結び目の流れから反対の方に持っていきます。そして内側に折ります。後から楽なようにちょっとだけ結び目と帯の M 字に折る部分を離しておきます。M 字に折る部分は帯が3枚重なるようになってます。M 字に折ります。この名古屋帯はちょっと短いんですけど、文庫の私の理想ならあと20センチは欲しいかなと思います。ここをゴムで結びます。その時便利なのがこのジョカさんのゴムです。結びたいところにボタンを置いてくるくる巻きます。先ほど結び目からちょっと離してと言ったのが、このちょっと離した部分に枕をしていくからです。その前にここに腰紐を通します。後ろで結びます。枕をします。結び目の上に乗せましょう。帯揚げします。帯揚げ結んだら今度は帯締めを結びます。形を整えます。帯の長さの理想としては帯締めの位置か帯の下線くらいにあると綺麗な文庫になります。順番に紐をしっかり結びます。この紐はゴムに通した紐です。中に押し込みます。で、これが帯枕です。これも中に押し込みます。
帯揚げします。帯締めします。できました。ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。